お嬢様もありがとうございます。皆さんも本当にありがとうございました。またいつでも来ていいよ。ここはいつでも空いてるし。はい、ありがとうございます、クオン様。それじゃ私は先に帰ってるから。お嬢様、それなら私も一緒に。いいって、今日が最後なんだしな。最後、わかりました。ではお嬢様、後ほど。花咲、少しいいか。いや、そうじゃないんだが、今日あまり元気なかったな。ああ、そう見えた。こんなに離れてたの初めてだ。楽しかった。最初はちょっと辛かったけど、いろいろ話せるようになって。でもお嬢様がいないとやっぱり寂しい。私、お嬢様が大好きだ。だから仕分け委員に戻ってお嬢様のそばにいれるのは嬉しい。でも、でもやっぱり寂しくて。別に何が変わるわけでもないのに。幽霊部にもこれからだって行けるのに、これからだって会えるのに、戻るだけなのに寂しいんだ。そうかな。寂しいって、なんで？そんなこと。私だってなんだかわからないけど
お前のこと気になって。でもそれは一時の感情だって思って、よくない。私はお前のことが好きだ。こんな気持ちになるの初めてだ。苦しくて花咲がくれる言葉が全部嬉しくて、そんなの花咲だけが特別だ。私、付き合うとかよくわからないけど、よろしくお願いします。私がまだまだで、これから頑張らなきゃいけないので。そんな不安そうな顔しなくても大丈夫だって。そうでしょうか。あ、ユウも私が知ってる限り彼女いたことないし、二人でゆっくりやっていけばいいんじゃないかな。そうですね。ありがとうございます、お嬢様。ハンナ、すごくいい表情するようになった。そうですか。でも少し何かつかめた気がします。お嬢様のおかげです。お嬢様が周りに頼ってもいいんだって言ってくださったから。そっか。カンナの役に立てたみたいで嬉しい。お嬢様、
私、今、すごく、幸せ。